もう始まってるんですか。はい、はい、大丈夫です、はい、終わりになった動機、それと今この清潔白くがどういうふうに今後こう発展していくべきか、そこのところをお話しいただきたいんです。あ、清潔白くをやる始めた動機と、はいはい、それから今清潔白くがどういうふうに動いてるかっていう、そうですね、そういうこと、はい、あ、そうですか、はい、いや、これはね、はい、32、3年前、私はちょうど今88だけど、50歳前後で肩凝ったわけよ。それとその当時ね、私自身がね、あの患者がね、あの来てもね、あんまりうまく治せないわけ。薬使っても検査しても治せないんで、それでその東洋医学にちょっと注目して、それと私の友達がね、東京のね、あの、練馬にね、耳鼻科の医者がいたの。そいつがね、浅見ね、いい治療を教えてたからね、俺と一緒にこうやってね、日曜日ね、療道学のね、研究会連れてってくれたの。で、療道学って針だから。それで針やるとね、ああ、なるほど、肩こり取れるっていう。で、それで、この来る患者さんに対して、その肩こりだと、その針灸でやったわけ。で、よく聞くわけ。それでたまたま、その療養学やりだして半年か1年ぐらい経ってからね、患者がね、その先生肩張ってしまったんだから針やってくれて、それでね、で針やったわけよと聞くわけ。ところがその中国の方を見るとね、針だけじゃなくね、その何ていうか、指の先から血を取るとね、肩こりが取れるって書いてあるの。それでたまたま、H6 とか、H5 を言われた。足のことは言わない。手だけ。それで、たまたまそういう患者さんが来たんでね、針をやる前にね、その主役としてさ、H5 の薬指やってみたら、なぜ効くかどうか。そうしたらね、ああ、先生、それも肩こり取れますって言うの。あ、それはよかったんですよ。じゃあ今日はこれでいいって言ったら、先生、ちょっと待ってくれって言うの。なんだったら、うちに出てくる、ここへ来るまでにね、ジンマシンで痒くてしょうがなかったの。それがそのね、薬指やったらね、先生、痒いの止まったって言うんだよ。で、肩こりはもちろん止まるしさ。で、痒いの止まったの。なぜ止まったかってピンとこう考えたわけ。そうすると、痒いのは止まるっていうのは、これはつまり、一種の副交感神経アレルギー性のもんだっていう。アレクセのもんだということは副交感神経が作動してる。それと H5 は興奮した場合、副交感神経を抑える力があるんじゃないかと。それからそれで、要するに副交感神経症の病気だね、ずっと調べていろんな病気があるわけ。それで、その今言った肩こりとか、何か効くはもちろん、ジンマシンも効くわし。それでジンマシンが効くならば、喘息だって同じ系統だから。いいわけ。それからリウマチも多少そういう系で、膠原病でね、うん、それでお腹が痛いんだって、そういう時はやっぱり止まるけど、そうすると H5 が止まるっていうことはね、今度はその逆にね、足にもあるはずだと感じたわけ。手しかね、手だけじゃなく。そして私、両座学行ってる時に、ある友達といつもね、あの会場まで行くわけ、はい、そしたらその友達がね、浅見先生ね、あのかゆみね、じんましはね、白くでとよく取れますねって言うのよ。じゃあどこをやったんですかって言うの。私はとぼけてさ、そしたらね、足の F5 をやったって言うの。要するになんとなく薬指やるってことは覚えてたよ、創生は。だから手をやるの忘れてたら、足の薬指やったよ。あれは先生聞きますねって。それで当には分からないよ、なぜ言って。それで私ピンときて、 F5 が H5 と同じだってことを分かったわけ。それで H5 と F5 が分かると、それで右にあるのも左にあるわ。だってだから右にやって治るのは左にも治る、足がやるのも治る。そうするとそれに対して今度は交感神経もあるはずだって、どっかに。たまたまね。それで、なんていうかな、患者さんにね、H6 やった時にね、
風邪の患者さん来た時ずっと調べてやったわけ、H5 とそれから親指とかやったけどね、 H6 が一番よく効いたの。とか風邪っていうのは全身の病気でしょ。寒気がして頭痛くて節々痛くて鳥肌当たって、どうして風邪で全身の症状が出るかって考えるの。それをその H6 やるとね、瞬間的にそーっと治っちゃうの。そうすると H6 っていうのは全身の交感神経を抑えるんじゃないかってことが分かってる。そうすると全身を抑えるものはどこにあるかっていう考えると、で副交感神経っていうのはその視床下部にと交感神経と副交感神経がある。要するに視床下部に自律神経中枢があるっていうんで、ここにあるんじゃないかっていう仮定したわけよ。あくまでも視床下部ってあるということとは分からんから仮定したわけで、それからその例えば交感神経性の病気、胃が重いとか何か胃が重いとか肝臓が変だっていう時ね、全身の交感神経を抑えたわけ。そう、多少先生いいような感じって、完全によくはないけど、なんとなくいいことはね、交感神経、視床下部の交感神経は全身行ってて効果あるけど非常に弱いわけ。でも多少効いてるわけね。そこで今度はあの東洋医学見て、胃系とか肝系とか神経とかあれでしょ、あれをヒントしてね。だから中国とかね、胃系とか脾系っていうのはただ漠然とつけたんじゃないか、何か意味があってつけたんじゃないかと思って、それで今度はそれをその応用したわけ。胃系はどこに効くか、脾系はどうか、肝系はどうか、神経はどうか、膀胱系ぐらい、腸腸系ぐらい、一つとチェックしてたから。そうするとチェックしていくとだけね、そうすると脾系をやるとね、つばくが出てくる。つばくが出てくると消化器系統が多少いいわけ。そうするとね、消化器系統いいのはね、胃弱とか胃下垂とか食欲ないような人ね、 F1 やとね、そして胃がスーッとしてね、いい気分と。ほんで1分2分たつと早い人はやった瞬間に都会にゲップが出るわ。とさらに「ああ先生」って言って言う。それから唾が出てくる。そうすると脾系はね、その消化器のない胃の症状に対して効くんだと思う。脾というのは脾臓じゃなくて胃の症状になるんだ。それで脾系を私は胃の症状って書いたわけ。 H1 はいや F1 次第に。それで胃は左、臓器は解剖があったけど左があるでしょ、胃は。だから左の F1 やったら効く。で右の F1 は効くけど、それほど効きが良くない。そうすると胃の症状はそれでいいわけ。それから胃の症状でもって、その胃カタとか、食欲不振とか、胃が重いとか、胃弱なんて言うけど、胃やってもさ、胃の症状で訴えてきた時に、ね、先生それやっても今日は治らないっていうの。重くして手と胸が苦しい、痛いっていうの。で食べると痛いっていうの。そうするとF1 が効いてないってことは、そうすると考えられるのは結構胃潰瘍考える。胃潰瘍ってやったら副交感神経。だから副交感神経のさっき分かった H5 と F5。だからこう圧迫してね、胃の時やっぱり痛いとか、それから胸焼けするって。それだって H か F かやったら、ああ先生スッとしてね、胸焼けと思って胃の止まった、胃が止まったっつう。それで翌日来やとね、先生昨日よりはね、だいぶ良くなった。半分ぐらいと思った。で1週間もするとほとんど治ってしまうのよ。それで胃潰瘍っていうのは分かったわけ。だから胃の症状には交感神経と副交感神経2つあるわけ。胃炎と胃潰瘍。胃炎っていうのは交感神経性の病気。胃が重いとか、もたれるとか、胃弱とか、胃下垂。これは胃炎ね。とか食べると痛いとか、胸焼け。これは胃潰瘍だよ。これは副交感神経。だからその症状が分かれば、整形しないと使い分けする。だから F1 を使ったり H5、F5 を使う。それで F1 を使うときは左の F1 っていうことは左に胃があるから、それで使う。それで話は飛ぶけどもね、腎臓など2つあるでしょう。
と腎臓の場合、右が悪いか左が悪いかってあるわけ。それと右の悪いというか、右の F3 やとね、アーサスが良くなったと。で右が悪いときに、左の F3 やったって治らないの。左が悪いときはね、左の F3 やったら治る。そういうことは分かる。それからね、よくね、お母さんは子供連れてくるね。で風邪のしときにね、あ、先生治ったで。でも先生、うちの子は、ね、若い、小さい時からね、病死んでね、病気ばっかりしてて、ね、でどんな病気だ、いや、腎臓って全部苦しいんだっていうの。腎臓ってなんだって。腎臓炎から、そうよ、腎臓炎って、それで全部苦しいんだっていうの。で、今あると、今はせっかく、もうとんとん治ってるから、平気だって、ピンピンしてて、ね。そしたら、腎臓って2つあるから、どっちが悪いんだったら、そんなこと言われたって覚えてないって言うの。そうにはね、患者はもう子供覚えてるわけだよ。お母さんは一番よく知ってた立場ね、もう十何年まで覚えてない。それじゃそれで私がね、どっちが悪いかね、調べてあげて。ね。だから右か左か分からんでしょ。それで、まず、最初ね、右の F さんやるのよ。で、どうですかって言うとね、患者は言うよ。何でもないって言うの。ああ、そうか。それじゃって、これは左と言うとね、あ、そういえばね、左のね、腎臓だったかな、なんとか突っ張った感じが、スーッと取れた感じする。ということは、その人はね、小さい時やったら、左の腎臓やってんの。ね。ところが、現代の医学は相当進んでるけれども、当時はその、腎臓病っていうだけで、右がやられたか、左がやられたか、言わないでしょう。ただ腎臓病だって、ね。本当は右がやられたか、左がやられたか。決めなきゃいけない。だ当時は分からんからね、ああ、腎臓病って、そういうふうなね、その医学の診断法がね、昔はあったけど、今でもそういうのは残ってるんですよ。ただ胃が悪いとか腸が悪いとか、ああ、胃が悪い、ああ、腸が悪いって、なぜそうなったか、神経と結びつかない、それで下痢だ、便秘だ。だから便秘したってさ、緊張性便秘と、気管性って便秘があるのよ。ね、腸の動きで。なんか、気管性便秘っていうのは、その腸の動きが悪くて便秘するんだから、だから腸の動きを良くするためには腸を動く反射すればいいわけ。それから緊張性便秘っていうのは腸が痙攣して便秘するんだから、腸の痙攣っていうのは副交感神経だから、そうするとその時が H か F かやれば痙攣が取れる便秘になると、そういうようなメカニズム、症状に対してなぜ起きたか、症状がその神経はどの神経かっていうのを確かめて、それじゃあその神経は指のどの神経かということを確かめてやれば、立ちどころに治るわけ。治るの何も一晩も二つもかかるわけ。要するに1、2分見ただけの瞬間、すぐ治るわけ。それはもうリウマチなどの痛みばかりでしょ、やった瞬間。ね。で、喘息だってそうだもん。ぜーぜーぜー、ヒューヒューって言うの。やったうちにだん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 収まっていくでしょ。ね。ところが、咳が出るとさ、これは風邪の気管支だってさ、ね。それで、気管支のさ、エッチってやつでしょ、普通、風邪で来るエッチ。それでやっててさ、先生、ちっとも効かないっていうの。先生、止まんないって、ノートだっておかしいで。そしたら、その咳は、風邪の咳じゃない、気管支じゃないね。喘息を回してやって。でも、私は喘息だとね、今度初めてやったことないし。でも、よく聞くとね、子供の時ね、花粉症やってんだよ。大人の人がね、喘息した場合。花粉症やってるってことは、そういうのアレルギーの毛があるんで、それがある年齢によって、副交感神経と多様性で、たまたま今度は喘息を起こす神経が興奮して、喘息を起こしてる。だから、咳が出てても、これが喘息か気管支炎かっていうのは、昔のその、記憶力を聞くと参考になるわけ。そうでしょ。だから昨日話した通りさ、ね、これ、交感神経か副交感神経どうやって迷った時に、前に花粉症やったことあるって言うんで、それと外出するためにお腹痛いとか、便が消えて、それで10年も外出できなかった人、聞いたらやっぱり小さい時、花粉症やって、それで子供さんがやっぱり、ね、花粉症なの。それと遺伝的なことは分かるから。それで H5F5 その奥さんにやったらね、2、3日やったらね、先生、外に出ても痛くなって、でここ来るまでもね、もう3、4回目でね、こらえたって、それであと1週間ぐらいで、もう治っちゃったもん。
だからそれまでね、10年以上ね、医者に行かいろんなことやってやって、そして外出るのは怖いから病院も出られないって。だから自分で自費としてね、もうその病気のあまで回ってたって。そういうわけだから、その現代の病気がその何であるか迷った時に、若い時、小さい時何の病気したのか聞いたから、そういうことを聞くこと、それと一つ、この家族歴、おばあちゃんが何かな、両親がないか、あるいは子供さんに何かいるかとか、であれば必ず遺伝的なものだから、それで奥さんの病気はアレルギーかもしれない。で今の教授はそのアレルギー性のね疾患な、あるいは咳でも喘息の疾患もしれない、声が枯れるのも喘息かもしれないというふうにその見立てて、それでエッチコエフクラと、ああ先生良くなったっていう、ね、だから診察するときはその一時の診察だけで、必ず遺伝的なことを考えて、両親がどうだとか、あるいは覚醒遺伝がどうだとか、子供がどうだとか、孫がどうだとか、それを聞いて参考にして、それで現代のその患者さんの病気がなぜ起きるか、アレルギーかどうか確かめることができる、そういうやつ診断するわけ。それが大事わけで、今犬のことは話したけどね、それで結局一つ一つチェックすると、肝臓はどうしていく、そういうことは酒飲みでアルコール性肝炎になってるね、そうすると関係ってありますね。肝臓は左だから、そうですよ、いや右、そうすると症状は必ずね、もう飯食えない、食欲がない、そうすると食べると元気、吐き気がある、それで元気がつく、疲れやすい、ほんと顔がね、ずっしりとしてる、アルコール性肝炎っていうのは、それからその肝臓が腫れてね、突っ張ってる、肝硬変までいかなくても、要するに肝臓が肥大してるわけ、だからしょっちゅう重苦しい。それで、あの医者へ帰ってね、2週間、3週、1つ帰ったって、3つかけて、薬ばっかって言ってもね、それでたまたま陥ってね、そうすると肝臓だろう、それじゃあ肝臓はその右にあるから、その右の関係に F2 でしょ。で、みんな F2 やるわけ。そうするとね、あ、そうするとスーッとしたっちゅうだよ。ね、そうかって。そしたら、君の場合はね、この治療が良くなって。だついでにね、関係もね、それから F1 もやってるわけ。だから、F1 とか F6 とか、F2 とか F6 やってやるわけ。まあ、欲張ればね、交感神経を強めるために、あの、H6 を使う場合がね、だから H6 っていうのはこの治療法の中にちょいちょい残ってるけど、あれは、ね、強めるためにやるんだってね、本質ができるのはあくまでも F1、F2、F3、F6 そういうものを使うんですよ。それでその患者はね、1週間くらい来るとね、それでだいぶ良くなったっていうの。それでそのね、良くなったけどまだはっきりしない、そのね、良くなったっていうことをね、証明つけるために一つのね、テクニックを用いたわけ、うん、その右が悪いでしょ、肝臓そうするとね、右の足のね、足首をね、包帯でね、手抜きで今ぎゅうぎゅうで縛っちゃうの。要するに経絡を遮断するわけよ、ぎゅーっと縛ってね。それ同時にね、患者にね、この押させるわけ。どこですか、場所は。ん、場所はどこを押させる。いや、肝臓を。あ、肝臓で、肝臓が痛いのはな、痛いのがね、その痛い痛いっていうのはね、これギューって止めてね、それで痛い痛い状態でこう縛っちゃうわけ。縛った状態で F にやるんですよね。そうするとね、あの縛ってるからね、痛みは残ってるけど、まだ多少は痛みがあるわ。でも縛っちゃうと違うわけよ、痛みない。だからそういう時 F2 やってもね、この痛いのはね、その同じだっちゅうんだよ、押してると。その手抜きでぐるぐる回してもね、押すとやっぱりまだの痛いっちゅうの。で F2 やってもね、先生まだ痛いっちゅうの。そういう時その手抜きでパッと離すの。そうするとね、あ、先生痛み止まったっちゅう、うん、分かるでしょ。要するに締めといて遮断しているとね、経絡がいかないの、ここまで。
だから縛っててもこれ痛いわけよ。右のその右の F にあって、ね、左の F1 の場合はいかがなもんでしょう。 F1 は効かない。あ、 F1 は効かないんですか。いだもの、いやいや、はい、その場合 F2 でしょ、はい、だから、ね、右の F2 の方が効きやすい。あ、そうですか、うん、いや前に左の F2 もやったけどね、効きにくいね、うん、やっぱり効果的にはね右の F2 がやったほうがいい。胃の症状を持ってる人で、じゃあ今度は左の右の症状で F1 足を、ま、結んで、いや、やっても、いや、そうそう、同じような効果があります。うん、そうそう、いいですよ。これはみんなちょっと試しにやってる、ね、そういう実験ができるわけ。それからね、花粉症ね、花粉症がねどうして良くなるかっていうの、それから喘息がどうして軽くなるか、それを一つのね、その、手品みたいにね、初めから手をやらないの。足の F5 やんの、喘息の花粉症のね。と先生ね、鼻が悪いのどうして鼻いじくらないんだって言ってね。いや、それはあんた方そう言うけどね、まあもう少し様子見なさいってね。ほんで花粉症で鼻が詰まったとジュクジュクする。ほんで足の F5 やってね、やるでしょ。ほんで終わるとね、あ、それで鼻通り良くなったっていうの、うん、でムズムズが通ったってね、スーッとしていい気味だっていうの。で足やって先生どうしてそれが治んだっていうのね。そうでしょ、手品ですね。だから F5 が頭いってるってことはあかんねん。ね、そして今度は H5 やとね、ああ先生また良くなったっちゅう。ということは F5 と H5 の相乗さえでさらに良くなるわけ。だから必ず H5 F5 は両方使いなさいと。そういう実験が出る。喘息の患者さんってどうだよ。やってるうちになったら全然だんだんやってるうちにすると楽になるもん。だからアレルギーの患者、リウマチの患者だったでやってるしに。そうでしょ。そうすると、いろんな症状がね、持ってる人はね、リウマチも喘息も疲れやすい、夜寝られないも、投稿拒否も、やっといっぺんに良くなるでしょ。いっぺんに良くなるのは、どこにあるかというと、部分的な神経ではないはずだよ。そうすると、それ一番大元にあるわけです。それが、塩化物、副交感神経中枢。で昨日も話した通りね、ただ一本の神経のせいじゃないから、中に必ず何万本違って、それが一本一本喘息を起こしたり花粉症を起こしたりリウマチを起こしたりアトピーを起こしたりね、花粉症冷え症を起こしたりいろんな症状、その一本一本の刺激がその病気を起こす。それで H か F5 っていうのはその全体を抑えちゃうわけ。全体を抑えると何でもない神経は反応しない。で病的の神経だけ反応するから喘息が治るとね、同時に生理痛も治ったとかね、朝起きられないの起きられないってやるといろんな症状同時になるでしょう。それが副交感神経の H か F5 の偉大な治療法なのよ。そうでしょ。でさっきのそれでは視床下部の交感神経はどうしていいかとありますけど、風邪ひきの症状が一番いいわけよね、寒気がして、頭が痛い、筋肉が痛い、節々痛い、寒気、そうでしょ、喉が痛い、そうでしょ。そうすると H6 が途端にパスタでしょ。そうすると H6 は副交感神経が全部治すというね、 H6 は交感神経全部治すということが分かれば、その H6 は視床下部の交感神経中枢だ。そうすると視床下部の自律神経中枢には交感神経と親玉と副交感神経親玉二つあるということが分かる。そうでしょう。そうすると今度は、そしたら副交感神だけでもって、肝臓とか腎臓とかね、喉の痛いとか、咳が簡単に起きた時に治る方向あるかというと、H6 だけでは治しきれないもん。そうするとあんた方はさ、針切る人はさ、膀胱血してるでしょ。ね、膀胱血ってもう、関係か非系かをずーっとずーっとでしょ。ね、胃系とか腸系とか大腸系、あれをついてるでしょ。ちょっとあの線に何かあるんじゃないかってことを私考えてる。そうすると生理解剖学に見るとね、交感神経関係なんですよ。よく脊髄から一歩一歩出る交感、そうするとそれを結んだったら交感神経節が、それが
術座前に行ってずーっとあるわけ。ね、そうすると心臓行ってるやつは、あの脊椎の交感神経の神経と関係あるんじゃないかっていうとか、そうすると今度は手の神経を考えたら心臓でいいっていうことは中国では。じゃあ本当にいいかどうかって証明しないといけない。そうすると動悸がして、その脈が速くてね、ヘアカスという時に、そういった神経試しにやったわけ。そうするとピュッと止まるもの。そうすると、あ、これは結局、ね、心臓いてる交感神経が興奮して、それで動悸がしたり、脈が速くなって心臓が苦しくなって。そうすると神経っていうのは交感神経を抑えるってことがわかるわけ。そうでしょ？それからこれ胃の問題でもね、胃が掘ってゲップが出る困った時にね、胃系っていうのは胃系をやったんじゃね、パッと来ないのよ。だからさっき言った脾系をやったら胃の症状足りないって。だから胃のそういう症状出た時は F1 やるよ。胃潰瘍は H か F5 よ。そういうふうに患者さんは見てやるな。だから臓器が2つあるときは右がやられたか左がやられたか、それを見たら分かるわけ。だから肺がやられたときは右がやられたか左がやられたか、これは H って言って右の H って言って左の H って言って、その右か左か別個分かるわけよ。そうでしょ？うん。そうやって診断つけて治療できるわけ。ではまた続けていただきたいんですけど、うん、眼精疲労をお願いいたします。それじゃあ眼精疲労の話は、眼精疲労っていうので、ね、結局目を使いすぎて目が疲れて、それでそのためにね、頭が痛いとか首肩が凝るとか手がしびれとか有症状を起こすんですよ、眼精疲労は。で眼精疲労を起こすその原因はね、あくまでもその目の症が悪いわけ。それで普通ね、50前後ぐらいの奥さん方がね、みんな肩張ったって首凝った言うわけ。言うとね、男でも女でも大体50前後になるとね、老眼になるのよ。老眼気がつかないよ。で、目がその、目こすぐ仕事したり、針仕事したりする。で、肩張ったっていうの。そう、老眼でやってるからどうしたって目がつかない。そのために首肩凝る。で、なぜ首肩凝るかっていうとね、目のね、あの神経中枢はね、ここに後頭部のところに視床下、あの目の神経中枢があるのよ、ここに。ですからここの神経細胞がね、要するに興奮するわけだね。そうすると興奮するとその表面の筋肉とか皮膚とかが凝るわけ。で首が凝ってくると自然に今度は肩の筋肉、要するに三角筋とか滑平筋とか、そういうのが凝ってくるわけ。だから目が疲れると、あの視覚中枢の興奮する。その証拠には、あ、その頭の後ろバーンとぶつけると目から冷えがポッと出るでしょ。ねえ、それと頭のここをぶつけたのと目から冷えが出るってこと、関係があるってことわかる。ということは調べると神経中枢はこういう。だから脳に言われて、前頭葉とか、側頭葉とか、後頭葉とか、頭痛って用があるでしょ。で、前頭葉は何の、側頭葉は何の。そうすると、目の中枢は後頭葉にあるわけ。だから、後頭葉であるかぶつかると目がしてる。そうすると、後頭葉と目が関係あるということは、後頭葉に視覚中枢があるでしょ。だから目が疲れると、視覚中枢の神経が興奮する。そういうところは総表面が結局、なんていうか、内臓皮膚反射で、内臓の病気は皮膚に投影されるでしょ。その理論で、その首の神経、視覚中枢で、視覚中枢が異常起こすと、その表面の筋肉が硬くなる。それが首の硬くなる。それひどいところは硬くなる。そうすると、どんな症状を起こすかというと、結局、頭の中にどうやって、